やっぱり女の子は若い方が可愛いよな。おそらくまだ未成年ですよ。犯罪じゃないですか。ブラックワールド。高一は独身貴族だからいいよな。結婚するといろいろ大変だぞ。そうそう、まずは時間とお金、一気に自由がなくなるんだよね。ふん、それは大変だね。でもさ、自分が病気になった時とか、やっぱり家族がいると安心するね。そうそう、面倒見てくれるし、子供なんかパパ大丈夫とか心配してくれるから可愛いぞ。そんなの今だけでしょ。大きくなったらパパ臭いって嫌われるのが関の山だ。そういえば小一は結婚しないのか。お前確か付き合ってるやついたよな。ああ、この前別れた。なんでさ。なんかレベルの低い話しかしないんだよね。挙句の果てに私のこと本当に愛しているとか言われて、もう一気に冷めたわ。でもそろそろ本気で考えた方がいいぞ。男にも適齢期があるからな。俺の名前は篠原浩一。男としての魅力があふれる37歳。そして勤めている会社が一流企業で、年収も申し分ない。これでモテないわけはないのだが、どうも選ぶ相手が悪いのか、すぐに惹かれてしまう。まあ女なんて星の数ほどいるから、そんなに焦ることはないのだが、会社での出会いは皆無だよな。お、これいいじゃん。とりあえず出会いの場は必要だよな。どれどれ。このフォームの質問事項を埋めて写真を送信すればいいわけね。その後は後日事務所にか。うん、楽しみだ。ここでいいんだよな。いらっしゃいませ、篠原浩一様ですね。お待ちしておりました。ふん、いい感じの事務所だな。篠原様のデータを拝見させていただいたのですが、かなり難しい条件かと思われます。でも全くいないわけではないですよね。そうですね。それでは今度当社主催の婚活パーティーがあるので、そこで実際にいろいろな女性とお話しされてみてはいかがでしょうか。いいですね。百聞は一見にしかずと言いますし、参加させていただきます。こうして俺は初めて婚活パーティーに参加してみたのだが、正直右を見ても左を見ても俺の理想の女性は見当たらず。というのも、男も女もここで結婚相手を見つけなきゃというのが前面に出すぎていて、恋をかける気にさえならなかった。しかしそんな中、一人の女性が目に入り、俺は恋をかけることにしたのだが。はじめまして。まさかあなたのような方がこんなパーティーにいらっしゃるなんて、僕はラッキーだな。まあ、お口がお上手なんですね。いやいや、本当のことですよ。お、俺が悪かったよ。もう逆らったりしないから。あら、あなたにはもう私は必要ないのでしょ。もう一度だけチャンスをくれ、頼むよ。わかったわ。まあ、私もちょっとやりすぎちゃったしごめんなさいね。さっきのあざになったわよね。なんだあれ、ただの SM プレイか。たく、とんでもないパーティーだな。ほんと、今時の女性は仕事とか収入とかしか聞いてこない。男を何だと思っているんだ。それ以前に自分がそんなにいい女なのか鏡見てから来いってんだよ。その後も何度かパーティーへの参加はしてみたが、全く手応えのある女性は見つからず、気づけば3年、会費とパーティーの参加費だけが加算でいくことに嫌気がさしていた。やっぱり女の子は若い方が可愛いよな。すれてないし、こっちに乗り換えるのもありだよな。お、早速来た。何何、ファミレス待ち合わせか。うん、リーズナブルで可愛いな。あ、1対1だと怖いから2対2にしようか。ま、会社の後輩でも誘っていくか。もちろん OK と返信完了。楽しみだね。先輩まずいっすよ。彼女たち多分パパ活の常習者ですよ。え、なんで。彼女たちの持ち物全部ハイブランドですよ。あれ絶対パパに買ってもらってますって。まあそれでも大丈夫でしょ。俺らそれくらいの経済力は余裕であるし。それに彼女たちおそらくまだ未成年ですよ。犯罪じゃないですか。そんなの捕まらなきゃ大丈夫だって。だがこの軽率な行動が俺の人生をどん底に落とすことになってしまった。篠原君、これは一体どういうことかな。はい、いや、このことはこの間街でたまたま会って道を聞かれただけです。そんな見えすぎた嘘。嘘をつくならもっとうまくつきなさい。これはその写真を送ってきた子が書いたみたいだね。そこに君から無理やり性交渉を迫られたとはっきり書いてあるんだが。そんな何かの間違いです。一応事実確認のためにその子の親御さんにも連絡を入れてみたのだが、娘さんがその日泣きながら帰ってきたと言っていたよ。そんなお願いですから
直接話をさせてください。君が直接話したところで何も変わるわけがないだろう。じゃあそういうことだから申し訳ないが君には会社を辞めてもらう。そうだ、このことあった時に実は後輩も一緒だったんです。そいつにもお話を。その話とこの写真に関係性はあるのかね。とにかく今回の処分は君だけだから。こうして俺は全てを失ってしまった。これは俺が女を見くびっていたことに対するしっぺ返しだったのかもしれない。女性は上から押さえつけるものではなく敬うものだと身に染みて分かったって。40過ぎてから気づいてももう遅いか。俺だって結婚して。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。